はい、ということで久しぶりにイーストサイドカフェに来ました。本日はクリスマス限定メニューの美女と野獣のコースを食べていきます。まず前菜がホタテ貝のマリネとアップルジュレ、カブのプロシュート巻きです。前菜は一つずつ食べやすいサイズになっています。前菜の中で個人的に一番美味しかったのはハム。ハムが噛むたびに味がしてビールやアルコールと飲むとより美味しく感じました。そしてこのアップルジュレを見てください。アップルジュレがプルプルでアップルの甘い味とホタテ貝が弾力があってより美味しく感じました。何よりハムとアップルの組み合わせもよく美味しかったです。ソースもついていたけどソースなしでもそれぞれの食材が味がしてとても美味しかったです。前菜の後にパンが来ました。パンはふわふわもちもち柔らかくとても美味しかったです。そして次に出てくるのがスパゲティーニ。スパゲティーニはトリュフや周りの赤い粉が食欲が上がる香りでテンションが上がります。パスタの量は普段の1人前より少ないハーフサイズでした。ホワイトクリームなまろやかな味とパスタとサーモンがよく絡んでいてとても美味しかったです。そしてメイン、牛肉のブラザート、マルサラワインゼリー添え。前菜やスパゲティにも美味しかったんですけど、この牛肉、ナイフを入れたらすぐ切れていて、ソースも甘くてとっても美味しかったです。そして左に添えてあるワインゼリーと牛肉を食べたら、ワインゼリーの芳香な香りと相性がよくとても美味しかったです。キャロットやブロッコリーも柔らかくて切れやすく、パスタやお肉もついたコース料理で4000円以下で個人的には満足度とても高めです。最後はデザート、アプリコットムースケーキとチョコレートケーキ。チョコレートケーキはカカオの濃厚な味と最後にチョコレートの甘さを感じました。チョコレートカップの中にはピスタチオソースが入っています。キャストさん曰くピスタチオソースはチョコレートケーキにかけるのがおすすめみたいです。実際にピスタチオソースにかけたらピスタチオのピーナッツのコクとチョコレートケーキのカカオ味が相性が良くとても美味しかったです。そしてチョコレートケーキの隣はベルがモチーフになっているアプリコットムースケーキ。アプリコットムースケーキは少し爽やかな酸味が効いていて、ケーキの中を開けたらそこがスポンジのケーキになっています。ムースの外側はプルプル食感、中はスポンジケーキのふわふわな食感を楽しめます。真ん中にあるソースはベリー味、個人的にはこちらもチョコレートケーキと相性が良かったです。デザートは美女と野獣の世界観も楽しめていろいろな組み合わせで食べれるのも嬉しいポイントです。はい、ということでイーストサイドカフェ食べてきました。個人的には金額3680円で、メニューのポストカードみたいなのももらえるし、ドリンクがついてたら多分4000いくんだろうね。ドリンクなしでメインでお肉もついててパスタもあって前菜も美味しかったし、デザートも2種類ケーキ、ムースケーキとケーキがあって、今期のクリスマスもしかしたらまだブルーバイとか食べてないんだけど、この金額でこの味もう大満足、美味しかったし、この量だったら個人的には今回イーストサイドカフェのクリスマスメニューとても良かったので、2回目食べようかちょっと悩むぐらい良かったです。イーストサイドカフェはワールドバザールのマジックショップの向かい側にあるので、ぜひよかったらプライオリティシーティングを取って行ってみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画良かったと思った方、グッドボタン、よかったらチャンネル登録のボタンお願いします。Twitter、Instagram、TikTok、動画の概要欄貼ってあるのでよかったらフォローお待ちしております。それでは、バイバーイ。ポストカード普通に嬉しいよね、メニューカード。